どうも、タクタクです。ロー、実況プレイやっていきましょう。行こう。日本実況、かわいい。まあ、前回日本人形の太郎になったというかね、共鳴しているところです。さあ、どう脱出すればいいんでしょうか、これは。全くの謎なんですけど、妹の様子が僕はちょっと君にやっぱ気になりますね。お兄ちゃんの部屋かな？うん、お兄ちゃんの部屋にはない。ちょっと先にお兄ちゃんの部屋をちょっと逆に見てみようか。逆にね。おぉ。いや。トイ、このティッシュ。ゴミ箱。入らなきゃよかった。この箱は何なんだろう。まあ、妹の部屋でしょうね。行きましょう。あれ、いない。妹おらんぞ。あれ？布団の中とか。いないか。あれ？こっち？え、いない。え、妹どこにいんの？え？トイレ？違うか。もしかして、シャワー中かな？やめよう。これはダメだ。ああ、大丈夫ですかね。脱出できない。どうしよう。どうしよう。調べが足りないんですか、これは。あれどうしようかな。どうしようかな。あ、わかった。ダンベルじゃない？うん。あれ違う。テレビ違うか。なんだろう、じゃあ。これかな。育児日記でもない。香水でもない。今のところ必要なものはない。観光総裁は関係ないし。じゃあちょっとやっぱ妹の部屋を固く。待って。妹の下着に手を出すほど、俺は落ちぶれちゃいない。どういうことだろう。妹の下着がどうしたのかね。ゆかの大、はい。違うか。ポニョポニョか。え？漫画本ポニョポニョ？なんだろう、ポニョポニョ。ボノボノかな？ボノボノ面白いよね。おもちゃだ。シマリスくん。あ、違う、こんな声じゃなかったの、ボノボノ。いじめる？みたいなね。懐かしい。とか言ってる場合じゃないんだ。誕生日に買ってやった熊の人形、ふわふわで気持ちいい。はい。どうすりゃいいの？今日は5月1日。もしかしてこっちか？検索か？検索できるようになってるとか。ヘルプ。違うわ。どうしよう。ここじゃないの？ボニョボニョ。ボノボノ見たいなぁ、もう一回。ないか。ないな。何もないな。あ、食塩を使えば太郎を追い払えるかも。そういうこと。ずいぶん時間かかりましたね。3分以上かかりましたよ。はい。記憶しましょう。よし、これで戻りましょうか。穴蔵に。よし、穴に入ろう。穴が、はい、入りまして。あ、待て。こっちから行ってみよう。僕はね、こっちから見張ってるとか。あれ、どこにいんの？じゃあ。いなくね？おぉ、いる！話しかけてみようか。ん？どうも可愛い人形のようだけど。どうしてこんなところに人形があるのかな？もしかして、牢の中のお兄ちゃんを助けに来たのか？来たとか？そんなことさせないよ。僕が君を可愛がってあげるから。化け物め！これでも食らえ！あ！結果として、正しいルートに来たかも。どうなった？やったのか？おお！結果正しかった。倒れた。引いてます。座敷牢を先に開けるか。どうだ？開いた！この、バット。バットだ。はい、バットだ。乾燥。
入れた。よかった。なんか結果として正しい方向に行けてたんやん、俺。どういう、なんかバットとかを持ち帰った方がいいのかなとかちょっと考えちゃいましたけど。そうだよね。あ、これで、はい。再び、意識が、戻ると。起きて。妹が倒れてるから。戻った。ふ、一時はどうなるかと思ったぜ。と、まだ油断できないな。ゆかは戻ってないし、早くゆかを戻してやらないと。バット、まず、ちょっと、何回記録するんだ、俺、別に。何回記録してんだ。ちょ、バット取って。で、ゆかの肩の腕がなくなっている。ゆかは正気に戻ったようだな。いや、俺自身も狂気に飲まれていたのか。とにかく、上へと戻ろうか。これで、丸く収まる。ことを願う。これで、頼む。いい方に行ってくれ。行ってくれ。ゆか。かわいいよね、この顔ね。あ、お兄ちゃん？ゆか、起きたのか？うん。私ずっと眠っていたの？あの時のことは何も覚えていないのか？あの時って何？いや、覚えていないなら思い出さなくていい。ゆかの肩に腕が生えた時、生えてきたことは、あえて言う必要はないだろうな。私たちはまた太郎によって閉じ込められていたの？ああ、まあな。でももう済んだことだ。気にすることはない。でもまだ俺たちはこの家の中に閉じ込められている。まだ私たちは閉じ込められたままなの？私たちはここから出られないの？絶対出てやる。ここから。太郎の手の中から。諦めてはダメだ。あの太郎に屈してはならない。ゆか、さっき気づいたんだが、太郎はもしかしたらひいおじいちゃんのもう一つの人格かもしれないんだ。もう一つの人格？あ、ひいおじいちゃんが幼い時に封印した人格。それが現れたんだと思う。あの座敷牢で閉じ込められた時に自分を守るために作ったのかもしれない。その人格は使用人を殺した時に狂気に染まってしまったようだけど。虐待を受けていた子供が自己防衛のために二重人格になる話は聞いたことがあるし、ありえない話じゃないと思うんだよ。もっとも人の人格が俺たちの前に現れるってのはありえない話だろうけどな。でもどうして今になってなのかな。そしてどうしてひ孫の私たちが標的になったんだろう。確かにそれはおかしいな。なんだ。そういえば太郎は懺悔とか言ってたけど、俺たちに一体何を懺悔してほしいんだ。苦のない暮らしをしている俺たちを戒めようとしているのか。何にせよここから出る方法を探さないとな。やっぱ金魚のことなんじゃないですか、それは。金魚を大事にしなくて申し訳ございませんでしたということだったんじゃないのかな。違うのかな。ちょっと記録しておこう。もう一回金魚鉢見てみようか。金魚鉢の中は空っぽだ。でもどうしようか。なんか変わった様子はありませんな。テレビ？これこっちがどうなってるかとか。あ、戻ってる。階段がなくなっている。ほうほう。電話。相変わらず出られないよね。上か。上に何かあるのかな。日記帳をもう一回見ると。あ、これか。もうちょっとこっちか。なんか兄ちゃんの部屋っぽいな、雰囲気的に。ここに行って、こっち側に行くとまた太郎が。あ、ほら、うわ、急に。パソコンが一人でについただと。こんにちは、恵比寿の太郎くんのひ孫たちくん。君たちはあの太郎のせいで苦しんでいるようだね。なんだ、この自動的に表示される文字は。これも全部私が招いた種だ。本当に申し訳ない。私は室戸亀雄という名の医者であった。普通は人から室戸博士と呼ばれていた。室戸博士。
実は私はすでに死んでいるんだよ。急に急に新たな人物が出てきました。なんだと。でも太郎の怨念が君たちを襲っているのを知って、こうしてあの世から連絡したのだ。まずは君たちに太郎の正体を教えてあげようか。太郎の正体だと。あ、太郎と太郎は私によって引き裂かれたのだ。双子シャムソーセージだったっていうことなのかな、やっぱり太郎は。そういうことなんじゃないですか、やっぱり。違いますかね。わかりませんけど。お、来た。岐阜県村の外れの森。はい。5月、ちょうど同じ時期ですね。5月1日なんで。今日がね。ちょうどゲーム実況やってるのも5月。これ、今日は12日です。お腹空いた。うん。こんなところに男の子。君大丈夫か？あ、誰かの声だ。やっと人に出会えた。あ！君、その方から生えている腕は？やっぱり、外の人は僕のことを嫌いなのかな？ああ、いや、別に君が嫌いだとか、というわけではないんだよ。ただ、君のような体の子を見るのが初めてだからびっくりしただけさ。なんだ、僕のことが嫌いじゃないんだね。それじゃあおじさん、僕にご飯をちょうだい。僕ものすごくお腹が空いているんだ。君すごく痩せているようだけど。まさかこの森でずっと過ごしていたわけじゃないよね。僕は3日前に自分の家を出て行ったんだ。家を出て行った？家出したのか？でも森の中で迷ってしまってずっと何も食べずに歩いていたんだ。何も食べずに3日もだと？とにかく詳しい話は後にして、私の病院に来るといい。うん、ありがとう、おじさん。ご飯を与えて、これが太郎との最初の出会いだった。まさか、この子との出会いがとんでもないことになるとは、この時は分かっていなかった。どういうことなんでしょう。お医者さんなんじゃないですか？なんだ。なんて書いてんの？所領？ん？これちょっと読めない。所領診療室は、うん、わかんねえ。ここがおじさんのお家なの？お家と診療所が、うん、あ、診療所。あ、ああ、ああ、なるほど。あれだ。昔の字だから逆から読むんだ。左から右に読むんじゃなくて、ね、右から左に読むやつですよ。室戸診療所ね。はい。診療所？病院のちっちゃいやつだよ。病院ってわかるかな？うん。病院ならご本でお母さんに読んでもらったよ。病院に行けばどんな病気も治してくれるんだよ。でも僕の病気は簡単には治らないみたい。君のその腕は腫瘍なのかな？腫瘍？いや、なんでもない。とにかく、早く中に入って食事をしよう。うん。うん。ああ。まあ、これで腫瘍なんだね、多分手は。切除するんですかね。ご飯ご飯。久しぶりのご飯はとっても美味しいや。そうか、それはよかった。おかわりもたくさんあるから、いっぱい食べてくれたまえ。ありがとう、おじさん。おじさんはこの診療所で働いているの？ああ、私はこの診療所の所長だよ。と言っても、こんな偏僻な田舎の診療所だからあんまり患者さんもいなくて暇だったんだけどね。へえ、おじさんは、小腸、うん？小腸さんでお医者さんなんだね。小腸さんでお医者さんなんだね。それじゃあおじさんは博士なんだね。博士。人からそう言われるのは東京の病院にいた頃以来だよ。東京の病院から左遷されて恋人とも別れてしまって僕はちょっと落ち込んでいたんだよな。それでいや、なんでもない。そういえば君の名前を聞いてなかったね。ん？名前？僕は恵比寿の太郎っていう名前だよ。え、恵比寿のって
どうしたの博士？いや、君は太郎くんという名だね。太郎くん、いい名前だ。君は家出したと言っていたけど、どこからやってきたんだい？僕はお屋敷だよ。お屋敷から出て行ったんだよ。お屋敷？恵比寿の邸の？うん、そこで僕のお母さんとお父さんとハツさんが強盗に殺されたんだよ。やはり今朝の新聞に載っていた恵比寿の邸の子か。恵比寿の家には子供がいないと言われていた。おそらく奇形で生まれたから座敷牢にでも幽閉されていたんだろう。すげえ察しのいいお医者さんだな。太郎くん、君は家を飛び出して帰る家がないんだろう。うん、家のみんな死んじゃったし。じゃあしばらく僕の家にいるといい。ご飯も寝るところもちゃんと用意しておくよ。家に？ここに？ここの部屋に僕はいてもいいの？あ、いや、人目については厄介なことになるから、家の中だけしかいてはいけないぞ。間違っても診療所には行かないようにしてくれたまえ。だがまあ、頭巾でもかぶればその腕は隠れるだろう。たまに散歩するぐらいなら外に出ても構わないぞ。え、外に出てもいいの？あ、子供は外に出て遊ばなくちゃな。博士ありがとう。博士はとってもいい人だよ。いい人か。なんかあったんですかね、この博士も。こうして私は転がり込んできた太郎を育てることにしたんだ。私はエビンスの邸の事件を新聞と噂話で知っていた。もしかしたらこの太郎という子はエビスの邸での殺人の真犯人かもしれない。そうは思ったことはあったが、でもたとえそうだったとしても太郎は不憫な子だ。私も医者の端くれなんで奇形児のことはよくわかっていた。太郎に対して私は恐怖心は最初に出会った時以外はちっとも感じなかった。太郎は純真な子だ。この純真な子を何とかしてやりたい、そう思うようになったんだ。太陽が気持ちいいや。外の世界ってこんなにも楽しいところなんだね。世界にはどこにも壁がなくて無限に広がっているんだね。あんまりはしゃぎすぎてこけないようにね。うん。博士は川で遊ばないの？いや、私は白衣を着ているからね。川のせさらぎでも聞いてのんびりしておくよ。ふーん。今度夏ぐらいになったら釣り竿を持ってきて釣りでもしようかな。釣り？お魚を釣るの？ああ、私は釣りが下手だけどね。僕はニジマスが見てみたいな。ニジマスね。釣れたらいいものだけどね。なあ、太郎。なあに、博士。太郎は学校に行きたくないか？学校？でも僕が学校に行けば大変なことになるよ。ああ、でも君の肩の腕を何とかすれば、君はキーの目で見られなくなる。僕の肩の腕を？手術をしてその腕の、肩の腕を切ってしまえば、君は普通の体になるんだよ。手術中？博士は手術ができるの？ああ、私もかつては東京の病院の外科医だったからね。どうか私を罪滅ぼしをしたいんだ。あ、じゃあ、どうか私は、罪滅ぼしをしたいんだ。え？これは私が独断で決めるわけにはいかない。太郎、君の腕を切ってもいいかい？腕を切ったら僕は学校に行けるの？ああ、私が行けるように手続きをしてあげる。役所に行って君を養子にして私の家族とするんだ。だが手術は失敗する可能性もあるんだ。失敗したら君は最悪死んでしまうかもしれない。そのことを踏まえて手術するか自分で決めてくれ。僕は手術を受けたい。そして学校に行きたい。そうか、君がそう決めたのなら私は医者として君を何としてでも救ってやる。安心しろ、手術は絶対に成功させてやる。うん、博士ならきっと成功するよ。こうして太郎の肩の腕を切除する手術を決めたのだが、私はこの時太郎の体のことについて大切なことを忘れていたんだ。
太郎の体が抱える問題は太郎だけが背負う問題じゃなかったんだ。うん、どういうことなんだろう。手術室ですね。太郎はなんで坊主頭なんですかね、そもそも。太郎は麻酔で眠っているな。よし、手術を開始しよう。待っておれよ、太郎。必ず成功させてやるからな。僕を取り除くのかい？な、誰の声だ？お、怖え。これあれか。これ腫瘍の先にある何かなのかな。このなんか違うのかな。これな、これどこから出てきたこの顔。まさか僕を取り除こうとする奴が現れるとはね。博士、あなたは本当に人手なしだよ。誰が話しているんだ。このダミ声は一体。ダミ声なのね。博士、僕だよ。太郎だよ。太郎だと？太郎は麻酔で眠っているぞ。僕も麻酔を受けてとっても眠たいよ。でも僕が死ぬ瀬戸際の時にのんきに眠っていられないからね。お前は何なんだ。何者なんだ。正体を見せやがれ。正体？僕は博士の前にいるじゃないか。じゃあお前は太郎なのか。そうだよ博士。今すぐこんな手術やめてくれないかな。いや、お前は私の知っている太郎ではない。私の知っている太郎は手術を受けることを決意したんだ。だから手術はやめない。そうかい。それなら力ずくで止めるしかないね。おほほほほ、これは広辞苑現象じゃん。広辞苑現象ってなんだ。お腹に広辞苑を押し込めば、服の下に広辞苑を押し込めばいいんですよ、博士。あー、博士大丈夫か、博士。なんだ、腕で防がれちゃったか。でもこのままでは終われないよ。終わるのはお前の方だ、太郎。何？どうした、どうした。なんだこれは。僕の神経が言うことを聞かない。どうやら麻酔が効いたようだな。麻酔だと。麻酔はもうすでにかかっていたんじゃ。いや、まだかかっていなかったんだ。太郎はただ眠っていただけだった。麻酔が末端に効くまで少しタイムラグがあったんだよ。これが麻酔というものか。もう一人の太郎、私はすでにお前の正体は分かっている。私は医者だ。君のようなこのことについてはちゃんと学んでいるんだよ。太郎、お前は双子なんだろう。ああ、やっぱそういうことなんですか。ただの奇形というわけではなかったと。シャムソーセージだったということなんでしょう。ふふふふ。まさか僕の正体が分かったなんて。さすが博士は立派なお医者さんだね。そうだよ、僕と太郎は双子の兄弟。僕は太郎をお兄ちゃんの弟だよ。そうか、やはりな。そうね、こういう感じで生まれることがあるんですよ。寄生生成装置。このブラックジャックの5巻だったかなって僕は最初に知りましたけど、一卵性精巣児の受精卵が分離する際、異常が発生し分離せずに吸収されたり結合して起こる症状だ。つまりは双子として生まれてくるこのどちらかがどちらかに吸収結合してしまう症状だ。このような症状は稀だが、様々な事例を聞いている。シャム性巣児という結合性巣児が有名であるが、他にも太郎のように腕や足が生えているこの事例もある。太郎の肩にあった腕、腫瘍はもともとは一人の太郎という子供だったんだ。だが体がうまく分離せず太郎の形に寄生するようになってしまった。あの太郎の腕は一本の腕しかなく、そこには足も胴体も頭も頭脳も存在していない。すべては太郎の体に吸収されたと思われるのだが、
だが私は確かにあの時主要である太郎と話したんだ。双子の弟である太郎は兄の太郎に吸収されて死んでいたのか、それともただの私の幻覚かもしれない。だが私にはそう安易には考えられない。あ、博士、僕なんだか体が苦しくなってきたよ。お前には体はない。それは兄の太郎の体だ。お前はすでに死んでいるんだ。いや、死んでいないのかもしれないが、どんな名医でもお前のような存在を人間として生き返らせることはできないはずだ。お前はただの腫瘍。お前は人ならざるものだ。確かに僕は人じゃないかもしれない。だって僕は誰かの呪いから生まれた存在だから。どういうこと？あ、恨まれてたのってこと？そのエビスノのお父さんとかが恨まれてて、で本来ちゃんとして双子で生まれるはずだった太郎はこういう感じで兄の太郎に吸収されて腫瘍、なんかね、体の一部だけが残って腫瘍みたいな感じになっちゃったっていうことなのかな。呪い？誰だか知らないけど、僕が胎児の時に呪いをかけられたんだ。その呪いのせいで太郎という存在は不幸になったのかもしれないね。お前はその呪いをかけた奴を憎んでいるのか？さてね、その人も呪いをかけたほど何かを恨んでいたんだろうし、仕方ないのかもね。なんか第一次世界大戦で儲けたって言ってたから、なんか武器とかそういう商売をしてたのかもしれないですよね。よくわかりませんが、その辺は。呪いなんてありえない。あ、違う、これは博士だった。太郎、お前は突然変異でそうなったに過ぎなかったんだ。ただ不運なだけだった。それだけだ。博士がそう言うならそうなのかもね。でも僕はもっと博士と遊びたかったな。太郎、あ、もう苦しくなってきたな。やっぱりこのままじゃ太郎お兄ちゃんがかわいそうだし、僕は博士に切られるよ。さようなら博士。太郎、すまないな。だがお前はちゃんと兄の太郎から切り取らなければならない。だがお前の腕だけは燃やさずに残しておこう。そんなことしても生命の糧がないお前はじきに死んでしまうだろうが、お前のことだからしぶとく生き残っているかもしれないけどな。太郎、約束しよう。切り取ったお前の腕もたまには外に出して遊ばせてやる。そのことはちゃんと兄の太郎の方にも伝えておくから。どういうことだ。何かに入れたりしたっていうことなのか、この腫瘍を。約束だね。約束守らなきゃいじめちゃうからね。太郎、その後兄の方の太郎の手術は無事成功した。切り取った腫瘍を弟の太郎はミイラ化して木箱に封印した。おお、一応神社的なとこに。そして弟の太郎のミイラを収めた箱はとある巫女によってお祓いされた。その巫女曰く、この太郎のミイラを定期的に解放し外の空気に当てるようにしなければならないそうだ。言ってた通りにね。じゃあこれをすれば助かるんじゃない、もしかしたら。もしそれを、あ、待った、あの箱どっかで見たことあるぞ。ちょっと物置行きたい。もしそれを怠ってしまうと箱の中の太郎が暴走し家族を呪う恐れがあるそうだ。そういうことか、わかった。ちょっとわかっちゃったんだ途中で、ごめん。そういうことだろう、多分。いいか太郎、その箱の中にあるのはかつての君の肩にあった腕のミイラだ。それは君の一部であったもので、君の兄弟のような存在だったんだ。だから少なくとも1年に1度はその箱を開けて外の空気に当ててやってくれ。うん、わかったよ博士。僕の肩にあった手さんもきっとお外で遊びたいだろうからね。あと、これは随分先の話になるだろうが、
太郎がおじいちゃんになったならその腕は燃やしてしまいなさい。え？燃やしちゃうの？その腕のミイラは人間のように自然にこと切れることはないみたいなんだ。だから太郎が死ぬ前に燃やしてやらなくちゃならないんだ。まあずっと先の話だけどな。分かったよ博士。とにかくこの腕は僕が大切に保管しておくよ。ちゃんと保管しておくんだぞ。うん。切ねえな。なんかその後太郎と養子縁組して、太郎は私の息子となった。太郎は室戸太郎として普通の人間のように学校に行き、外で遊び、自由にどこでも行けるようになった。でも楽しい日々はそんなに長くは続かなかった。不運にも太平洋戦争、第二次世界大戦が起こり、日本は、戦時下となってしまった。戦争が長引く中、ついに私にも赤紙が来て軍に召集されることとなった。私は太郎と離れなければならなくなった。太郎は親戚の家へと預け、私は一人日本を後にしてサイパンへと軍医として向かった。だがそこでの戦闘で私は銃で撃たれ死んでしまった。まさか太郎と死に別れになるとは。なるほど。なぜパソコンを触れたのかというのは突っ込まないでおこう。まさか太郎が恵比寿の苗字となって生きていたとは驚きだよ。たかしは私の親戚は空襲によって死んだようだけど、太郎は生き残っていたようだな。そして大人になり結婚し子を設けた。戦争を生き抜いてついには孫の、そしてひ孫までできたようだね。ああ、あの太郎が普通の人間として生きていたことを知ることができて、私はそれだけで幸せだ。ウルト博士、あなたは太郎、俺たちのひいじいちゃんの命の恩人だったんですね。命の恩人というほど立派なものじゃないよ。むしろ私の方が太郎に救われたんだよ。でもあなたがいなかったら僕たちが存在していなかったかもしれませんし、とにかく太郎のひ孫の君たちに出会ってよかったよ。それで太郎の正体というのはなんとなくわかりましたけど、太郎は太郎おじいちゃんの双子の弟で、太郎おじいちゃんの肩に寄生していた腫瘍だった。で、もともとはだからそのお兄ちゃんに飲み込まれちゃったっていうことなんでしょうね。これなんか頭とかが残っていれば、まあ本当にね、お互い残っている存在だったかもしれないけど、もうほぼほぼ飲み込まれて腕の一部が腫瘍のようになっちゃったみたいなことなんでしょう。でもその腫瘍は室戸博士によって切り取られた。切り取られてミイラとなった太郎は箱に収められお祓いされた。それは太郎おじいちゃんの元に預けられ管理された。そう、君の言ったように、最終的にはミイラは太郎によって保管された。本来なら私が言いつけたようにミイラは太郎がおじいさんとなった時に燃やされるはずだったが、どうやらそのミイラはまだ燃えていないみたいだな。まあそういうことでしょう。太郎はおそらく燃やすのを恐れていたみたいだ。なんでなんで。室戸博士、どうして太郎おじいちゃんがミイラを燃やしていないって思ったんです？これは推測なんだが、どうやらこの家にそのミイラがあるみたいだ。なんだって？この家を支配している太郎という存在はおそらくミイラの呪いなのだろう。というより、こんなことが起こる原因はあのミイラの呪いしかありえないんだよ。確かにあの太郎は室戸博士の話にあった塩の太郎にそっくりだ。あの人間とは思えない雰囲気、確かに太郎だ。太郎が管理していたミイラがどういう経緯でこの家に渡ったのか、これはおそらく推測だが、太郎は晩年ミイラの箱を自分の息子へと託したんだろう。自分は死んでしまうから息子に託すことにした。そしてその息子も晩年になって父から受け継いだミイラの箱を託したのかもしれない。そんな風にしていつしかミイラの箱は
恵比寿の家が受け継ぐ家宝のようなものになってしまったのだろう。なんかうちに先祖代々続いている、なんかこれミイラ、なんかのミイラ、なんかのミイラなんだこれはみたいな話がよくわかんなくなっちゃったみたいな、そういうことなんですかね。じゃあミイラの箱はひいおじいちゃんからおじいちゃんに、おじいちゃんからお父さんに受け継がれたのか。太郎は律儀にミイラを定期的に外の空気に当てていたが、その外の空気に当てる行為はもしかしたらどこかで受け継がれなくなってしまったのかもしれない。君の父さんが受け継いだこの家にあるミイラの箱は外の空気を長年当てられず暴走してしまったのかもしれない。そこにある箱とか違うかな。恵比寿のマサト君、はい。もしミイラの箱を見つけたのならそれをすぐさま燃やしてくれ。もう兄の太郎も天に召した、弟の方ももうあの世に行くべきだろう。本当に燃やしていいんですか。迷わず燃やしてくれ。その方がどちらの太郎にとってもいい選択だろうからな。何にせよこの家にはミイラの箱があり、それが暴走し君たちをいじめ続けるだろう。君たちがここから出るにはミイラを燃やすしか手段はない。とにかくミイラを探してミイラを弟の太郎を燃やすんだ。どうか私の我が息子を箱から解放してやってくれ。わかりました、室戸博士。何としてでもミイラの箱を見つけてみせます。そして太郎おじいちゃんの弟の太郎を成仏してやります。ありがとう太郎のひ孫くん、恵比寿のまさとくん、本当にありがとう。消えた。電源が消えた。とにかくミイラの箱を探さないとな。太郎おじいちゃんの弟を弔ってあげないとね。あ、これなんじゃないの？違う。やっぱあれかな、物置にあるやつなんじゃないのかな。じゃ記録しようとりあえず。はい。といったところで今回は終わりたいと思います。いやちょっといろいろね、なんだろう。普段人が触れにくいポイントにもちょっと触れているので、まあ、なんと言ったらいいかわかりませんが、まあね、実際にね、双子で生まれてくるはずだったのにみたいなこともあるみたいですしね。うん。まあそれで苦しんでいる人というか、もういるのかもしれないし、まあなんとも言えませんけど、うん、まあそういうこともありますよという状況です。はい。それではまたこの続きは次回、よろしくお願いします。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。